見てて、男らしいぜ、小僧。ところで仕方ねえ。まずは民の安全を確保だ。今安全なのが後ろくらい。ジョークのみんなもお城に誘導しましょう。待ってやがる。家も田んぼも水浸しだ。落ち着いて、ここは危ないわ。城の方へ逃げて。城の方に逃げればいいんすね。分かりやすさ。はい、他にも逃げ遅れてる人がいないか注意しながら進みましょう。入ろう。負けない。おい、味方が危ねえ。投げなしの兵だ。しっかり守りきれ。俺らにも手伝わせてくれ。設計包み、無効者いいんだろ。わしらの底力、豊臣の連中に見せてやら。もっと人手を集めるのよ。史上自慢の山椒がいる限り大丈夫。みんな揃って絶対勝つのよ。始めるぞ。警戒しておいてほしい。破られただと。この戦場、バカにならん火が。なぜだ。俺はどこで間違えたというのだ。こんな時こそ気概を見せよ。いきなり我らは南一帯の制圧に出る。我らは北に進軍し、敵本陣を牽制します。本陣はわしが守る。開門。三成、次期小田原から援軍も来る。皆で力を合わせる。必ず勝てるはずだ。すまん。せっかく堤防を壊したのにまた押し返されてるじゃない。慌てんな同胞、今踏ん張らねえと勝機を取り返せねえぞ。父さん、軍神のこの名にかけて。本陣への道が開けた。この戦、勝てるかもしれない。私たちの絆を見たか。ここまで来たら勝利まで突っ走るわよ。こういうのもはしゃいでいるぞ。ま、ここまでは上出来だろうな。俺がいなくなっても生きりゃいい。ここまでやられちまうとはね。ここで殿までやられたら乾杯ってことになる。開門。そろそろ空気を持った関東の皆さん。姫様たちを守れ。わしらの国をわしらも守るんじゃ。君が守ってくれてるなんて。民も武士も足りません。この国の人たちはみんな家族ですから。姫様のために頑張りますから、ちゃんと見ててくださいよ。んなことが。